80年代から現在に至るまで F1 で長くマシン設計に携わってきた天才デザイナー、エイドリアン・ニューウェイ。これまで数多くの勝利をもたらしてきたニューウェイのマシンですが、中には失敗に終わったマシンもありました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はエイドリアン・ニューウェイ設計の失敗作マシン6000を解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。1987年に F1 に復帰していたイギリスの老舗コンストラクター、マーチは、当時アメリカのカートでマーチのマシンをデザインし、実績を残していたエイドリアン・ニューウェイを F1 チームのデザイナーとして抜擢。ニューウェイが初めて手掛けた F1 マシン、1988年の881は、それまでなかった空力思想を多く採用してコーナリング性能が大きく向上し、この年の F1 で活躍。時にはこの年シーズンを独走したマクラーレンのマシンを追い回す活躍を見せ、表彰台2回、コンストラクターズランキング5位と躍進したのです。このマーチの活躍に、F1 関係者は注目。アメリカでは実績を残していたものの、F1 では無名だった若手デザイナー、ニューウェイの名は瞬く間に知れ渡り、89年はどのようなマシンを生み出すのか、大きな注目を集めていたのです。そんな中、ニューウェイは1989年のマーチのマシン、CG891 を製作。このマシンでは、シャーシは前年の881をベースにしながらも、前年有効性を発揮した空力設計をさらに追求。881も空力をミリ単位で追求した結果、コクピットサイズが極端に狭くなり、ドライバーがシフト操作すらままならず、そのためのコブをモノコックに設けたり、レース中はドライバーが体をコクピットに打ち付け出血しながらの走行を強いられるほどのマシンでしたが、CG891 はそのマシンをさらにリファイン。ノーズカブの面積がさらに細くなるなど、一部デザインを見直し、先代のウィークポイントであった低速でのアンダーステアの解消を目指して設計されたのです。さらに、ニューウェイはリアの空力も理想的なデザインにするため、ジャットにもコンパクトなエンジンの製作を要望。ジャットは、これを受けて、V8 エンジンのバンク角を前年の90度から76度にまで狭くした新設計エンジン、EV エンジンを開発し、マーチに供給していたのです。これにより、リア周りのデザインも先代に比べるとすっきりとした印象に。マシンはドラッグを前年から 10% 削減することに成功したといい、より洗練される形となったのです。そんな中始まった NA 時代の F1 で、マーチは幸先のいいスタートを切っていました。新車 CG891 は開幕戦に間に合わなかったものの、開幕戦ブラジルグランプリでは前年型の881を操り、マウリシオ・グージェルミンが3位表彰台を獲得。前年以上の上位進出やシーズン中の初優勝さえ予感させる、上々の結果でした。そして、第3戦モナコグランプリからはついに CG891 が実戦デビュー。その走りが注目を集めていたのです。しかし、新車はその期待を裏切る形となってしまいます。このレースでは、グージェルミンが予選14番手、イヴァン・カペリに至っては22番手と下位に沈み、レースでは両者ともにエンジンがブロー。マシンの速さ、信頼性ともに問題が露呈したのです。さらに第4戦メキシコグランプリでは、セットアップに苦戦し好タイムが出せずにいた中、中盤に雨が降るという不運もあり、グージェルミンが予選落ち。この予選でグージェルミンが苦しんだように、CG891 で薄力を追求しすぎた結果、セットアップの幅が狭い神経質なマシンになってしまい、その狭いベストセットを外せばまともに走るのが困難なほど、ひどい挙動に悩まされたといいます。これは当時のスケールの小さかった風洞施設の実験結果と実物のスケールの空力数値にズレがあったことが原因で、他社とは比べ物にならないほど細かく空力を突き詰めていた CG891 ではその影響が大きく出てしまったのです。ニューウェイは空力の罠にはまったとこの失敗を嘆きましたが、この年のマーチはその後も苦戦。エンジン、ギアボックスの信頼性不足が深刻で、カペリは CG891 で完走わずか1回、グージェルミンも4回に終わり、シーズンのほとんどがトラブルによるリタイア。
これはエンジンを胸郭にしたことでバンクの間に補給類を収めることができなかったことや、この年から採用した新たなギアボックス設計が影響していたとされ、空力を追求したことによる悪影響が間接的に発生していました。結局、この年のレイトンハウスは、旧型車でグージェルミンが獲得した4ポイントのみ、891ではノーポイントという失意のシーズンに。前年株を上げたニューウェイに、厳しい結果が突きつけられることになったのです。CG891 が不発に終わり、失意のシーズンとなった90年の雪辱を晴らすため、チームは翌1990年には新車 CG901 を投入することになります。このマシンからはニューウェイに加え、89年末にチームに加わったグスタフ・ブルナーもマシン開発に参加、サスペンションの改良などを担当していました。この CG901 でもニューウェイ博売機最優先のコンセプトは変えず、空力やサスペンションを改良。ニューウェイはひとまず序盤戦に間に合わせるため、先代の CG891 の設計をベースに改良を加えた CG901A を製作しましたが、同時に誤った風洞実験結果をもとに設計された空力設計を修正した新設計の CG901B を同時並行で開発。こちらにはアクティブサスペンションの搭載も視野に入れながらテストが続けられ、シーズン中盤の投入を目指して開発が続けられていたのです。CG901A は先代マシンをさらにシェイプアップし、より軽量化、フロントウィングの形状も複雑化されたほか、ブルナーが設計を担当した新サスペンションは挙動変化による不安定なダウンフォースの発生を防ぎ、安定した空力効果を発揮させるため、ストローク量の少ない硬いものになっていました。さらに、ジャット EV エンジンは ECU のマネジメントシステムを改良し、信頼性を向上、冷却設計も見直され、前年浮き彫りになった課題への対策を着実に実施した設計を採用したのです。この年は、前年メインスポンサーであったレイトンハウスが前年マーチを買収したことから、新たにチーム名をレイトンハウスと改称して参戦しましたが、開幕前のテストではいい結果が得られており、前年の雪辱が期待されました。しかし、シーズンが始まると再び厳しい現実が突きつけられることに。開幕戦アメリカグランプリでは、予選で25位、26位と予選通過ギリギリの最高峰グリッドに沈み、まさかの苦戦。さらに、第2戦ブラジルグランプリでは、2台揃って予選落ちを喫してしまう屈辱の結果となったのです。さらにその後も悪夢は続き、グージェルミンは第4戦モナコグランプリから3戦連続予選落ち、カペリも第6戦メキシコグランプリでシーズン2度目の予選落ちを喫するなど、前年以上に苦しい結果が続いたのです。CG901A で問題となったのは、改良したサスペンションでした。姿勢変化に敏感に反応してしまう空力特性をカバーするため、極端に硬いサスペンションを採用せざるを得なかった CG901A では、跳ねて路面のギャップをうまく吸収することができなくなり、より挙動が暴れる結果に。特に2台揃って予選落ちを喫したブラジルグランプリ、メキシコグランプリでは、バンピーな路面特性を持っていたことで挙動がさらに悪化していたという状況でした。結局、シーズン序盤の結果を受けてチームはニューウェイに見切りをつけ、彼との契約を解除。中盤戦の投入を目指し開発を続けていた CG901B の実戦投入を前に、チームは決断を下し、後任としてザクスピード、ラルースなどのマシンを手掛けたクリス・マーフィーを迎え入れることになったのです。結局、レイトンハウスを去ったニューウェイは、以前から彼に注目していたウィリアムズへ加入することに。レイトンハウスはニューウェイ離脱後、彼が残した設計をもとに改良版の CG901B を投入しましたが、この B スペックは過敏な空力特性が対策されており、フランスグランプリではカペリが2位表彰台を獲得するなど、皮肉的な結果となったのです。1990年代前半、F1 でトップに君臨していた名門、ウィリアムズ。NA 時代に移行した1989年以降の F1 で、ルノーと共に V10 エンジンとのマッチングを追求したほか、早い段階でマシンの空力性能や電子制御技術の重要性を理解しマシンの熟成を続け、1992年にはドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトルのダブルタイトルを獲得。
翌1993年にも2年連続のダブルタイトルを獲得し、黄金期を迎えていたのです。しかし、93年のシーズン中には、そんなウィリアムズにとって嬉しくないある決定がなされることになります。FIA は上位チームを中心に導入が進み、開発競争が激化していた電子制御デバイスを94年から軒並み禁止することを決定。アクティブサスペンション、トラクションコントロール、ABS、四輪操舵システムなど多くのハイテクデバイスが禁止されることになったのです。そしてこの影響を最も大きく受けるだろうと見られていたのがウィリアムズでした。93年のウィリアムズ FW15C は高い空力性能を追求することによる弊害である空気の流れや姿勢変化に過敏に反応してしまうピーキーな特性をアクティブサスペンションによって打ち消すことで高いコーナリング性能と安定性を両立させていたマシンでした。またチームではアクティブサス以外にも多くの電子制御技術に開発リソースを割いており、それらがほとんど禁止されるとなれば多くのアドバンテージを失うことは必至。チームでは93年の中盤に新車 FW16 の開発に着手していましたが、このレギュレーション変更を受けてマシンコンセプトを大幅に変更して対応せざるを得なくなっていたのです。さらに94年からはマシンの設計に大きく影響するレギュレーション変更がもう一つありました。それがレース中の給油の解禁。これにより、それまでのような大型の燃料タンクを必要としなくなったため、各チームはマシンの重量配分や車体のバランスなど、大きな見直しを迫られることになりました。そんな中、開発が進んだ新車 FW16 は、前年に続きパトリックヘッド、エイドリアン・ニューウェイが開発を主導。フロントノーズの形状は先代の FW15C を踏襲したようなローノーズ形状となりましたが、サスペンションはレギュレーション変更に伴い従来のパッシブサスに。ウィリアムズでは軽量小型化を求め、コイルスプリングではなくポーションバー式が採用されていました。前年に近い形の外観はアクティブサスの禁止にもかかわらず過敏に反応してしまう空力特性をそのまま踏襲しているような印象を与えましたが、この問題に対応するためリアの設計は大きく変化。ニューウェイはリアの空力安定性を向上させるため、リアサスペンションの設計を工夫し、サスペンションのアッパーアームの位置を下げるとともに、ドライブシャフトとともにウィング状のケースで覆うことでアッパーアームとドライブシャフトを一体化。さらにリアウィングのロアフラップはへの字に折れ曲がった形状を採用し、中央と左右で異なるリアの気流の流れを巧みに整流。これによりリアの気流の流れをスムーズにし、リアからより効果的な空力効果を引き出すことによってピーキーな空力特性を抑制させようとしていたのです。そして搭載されたエンジンはルノーの 3.5Lv10RS6、軽量コンパクトで低燃費な RS シリーズはこの年さらに進化を遂げ、前年からさらにパワーを向上させ、約790馬力を発生。シリンダーヘッドの再設計をはじめ各部の高効率化で回転数が向上したほか、前年までの電子制御用のアクチュエーターなどに消費されていたエネルギー負荷が軽減したことなどもあり、パワーや燃費が改善していたのです。そしてこの FW16 を操るのは、前年からウィリアムズのレギュラードライバーとなったデーモンヒルと、前年引退したアラン・プロストに代わって加入したアイルトン・セナ。セナは長年ウィリアムズへの移籍を渇望しており、ついに念願が叶った形でした。ハイテク禁止への対応や、新加入のセナの動向など、オフシーズンから注目が集まっていたこの年のウィリアムズでしたが、開幕前のテストではそのパフォーマンスが不安視されることに。セナ、ヒルともに FW16 のピーキーな挙動に苦戦し、イモラでの合同テストではベネトン、ミハエル・シューマッハに総合トップタイムを奪われる形に。チームは久々のパッシブサスとなった足回りのセットアップにも苦労し、その仕上がりが不安視されたのです。そしてウィリアムズは開幕後も苦戦を強いられることになります。開幕戦ブラジルグランプリではセナが不安定な挙動のマシンをなんとかコントロールしポールポジションを獲得していましたが、レースではトップのミハエルを捉えるためプッシュする中でスピンを喫しリタイア。ヒルはこのレースで2位に入ったものの、ミハエルに全くついていくことができず1周遅れでフィニッシュ。
ヒルはあのマシンでベネトンについていけるセナは別次元だったと語っており、初期の FW16 がいかに難しいマシンだったかを表していました。 FW16 では新たに採用したドライブシャフト一体のリアサスペンションのアッパーアームが挙動に悪影響を与えており、突然リアのグリップが失われる現象がたびたび発生。さらにニューウェイによれば、2年間アクティブサスに注力していたことで、パッシブサスでのセットアップの方向性を見失っていたといい、ナーバスな挙動に対してセットアップでそれを修正することもできていなかったのです。そして、FW16 ではもう一つドライバーにとって厄介な問題を抱えていました。それが先代からよりタイトになったコクピット空間。空力をギリギリまで突き詰める当時のニューウェイ設計のマシンは、コクピットが狭くなることでも有名でしたが、FW16 ではハイテク禁止の中で空力効果をより向上させるため、その設計がよりタイトに。セナがドライビングポジションに不満を示したため、開幕前後には突貫工事でステアリングの位置や、コクピット風防の加工が行われていたのです。チームではこれらの問題に対応するため、序盤2戦を終えて改良版の FW16B の製作を決定。B スペック投入までの間は、前後ウイングやホイールベースの調整などを行い、間をつなぐことになったのです。しかし、迎えた第3戦サンマリノグランプリでは悲劇が。金曜日にはジョーダンのルーベンス・バリチェロが大クラッシュを喫し、レース欠場を余儀なくされると、翌土曜日にはシムテックのローランド・ラッツェンバーガーの大クラッシュが発生し、ラッツェンバーガーが犠牲に。グランプリセッション中としては、12年ぶりとなる悲劇が発生してしまったのです。そして、レースでは3戦連続ポールを獲得したセナにも悲劇が襲いかかります。スタート直後のアクシデントにより導入されたセーフティーカー明けの7周目、セナが高速コーナーのタンブレロでクラッシュ。この事故によりセナが犠牲となり、FW16 は悲劇のマシンとなってしまったのです。チャンピオンシップでは序盤4戦を終えて、ミハエルが4連勝を飾って独走体制に入っており、ウィリアムズはエースのセナを失い、その間ヒルの表彰台はわずか1回。この時点でこの年はウィリアムズがタイトルを獲得することはかなり困難だろうと、多くのファンや関係者が思っていたのです。しかし、その後チームは第9戦ドイツグランプリから FW16B を投入、ルノーもエンジンのさらなる高回転化を目指した新スペックエンジンを投入したことで、なんとか持ち直すことに。ベネトンの不正、失格疑惑なども重なり、中盤戦以降はヒルがミハエルとのポイント差を詰めていくと、最終戦までタイトル争いを演じたのです。最終的に、この年のウィリアムズはなんとかコンストラクターズタイトルを獲得。ピーキーすぎた初期型によるつまずきが悔やまれるシーズンでした。ウィリアムズを黄金期に導いた後、1997年にはマクラーレンに加入していたニューウェイ。マクラーレンでもそれまで低迷していたチームを連続王座に導くなど、その才能を発揮していました。しかし、2000年代に入るとマクラーレンはライバルのフェラーリに押され、王座を逃すシーズンが続くことに。そこで、ニューウェイを筆頭としたマクラーレンの開発陣では2003年に向け、革新的なニューマシン、MP418 の開発が進行していました。MP418 では、先代の MP417 からさらに攻めた設計を採用。フロントノーズは先代から継続のツインキールに加え、ノーズ下の空気流をより確保するため、革命的な極細ノーズを採用。さらに、エンジン、ギアボックスの設計を突き詰め、サイドポンツーンからリアにかけてのデザインは大きく絞り込まれ、よりコンパクトに。これにより、空力性能のさらなる向上を目指すことになったのです。さらに、MP417 で一旦採用した上方排気を、再び下方排気に戻し、さらなる低重心化を目指しました。しかし、マシンはこの攻めた設計により、深刻な問題を抱えることに。サイドポンツーンを極限までタイトに設計した MP418 では、エンジンの冷却不足の解決に悩まされ、開発が遅延。チームは早々に2003年の開幕からの投入を諦め、序盤戦を先代の改良型で挑むことを決めたのです。そして、MP418 にはさらなる問題が。
2003年の中盤から投入することを目指し開発が続き、シーズン開幕後にようやくシェイクダウンが行われた MP418 でしたが、そのタイトな設計も災いしてか、FIA が定めるクラッシュテストに通過することができず。当然、安全性を確保するため剛性を高めれば重量増やマシンバランスの変化につながってしまうため、この問題への対応は難航。結局、2003年のシーズン開幕後、チームは MP418 の実戦投入を諦め、この年の残りのレースを先代の改良型、MP417D で挑むことを決定。名門らしからぬ開発失敗に見舞われ、思わぬ足踏みを強いられることになったのです。そしてそのマクラーレンが前年の MP418 の失敗を生かし、そのコンセプトを引き継いで2004年モデルとして開発したのが MP419 でした。前年に引き続き、ニューウェイがテクニカルディレクター、マイク・コフランをチーフデザイナーに据えて開発が進んだこのニューマシンは、幻に終わった先代の極細ノーズを引き継ぐことに。サイドポッドのタイトな設計も引き継がれましたが、排気レイアウトは再び上方排気となるなど、細かな部分ではアップデートが施されていました。すると、2003年末に行われたシェイクダウンでは、いきなり好タイムを記録するなど、速さを披露。マクラーレン復活への期待が高まっていたのです。しかし、シーズン開幕前には早くも致命的な問題が浮上。前年のマシンから剛性や冷却性能を改善し、その問題をクリアした MP419 でしたが、そのしわ寄せかコクピット設計がタイトに。オフシーズンのテストが進むにつれ、ドライバーが窮屈なコクピットにより体の痛みやドライビングへの影響を訴えるようになり、チームは対応を迫られたのです。しかし、突貫工事でコクピットスペースの問題を解消すると、今度はかえってマシンバランスの悪化を招き悪循環に突入。さらに、先代から続くタイトなサイドポッドによる冷却問題も残っていたほか、車体の運動性能を向上させるため低重心化を目指し、極限まで散布形状を薄く小さく設計したこの年の新エンジン、メルセデス V10 の F01109 もトラブルを多発。チームは序盤7戦で2台合わせて8度のリタイアを喫したほか、10戦を終えた時点で優勝はおろか、表彰台獲得すらないという異常事態に見舞われたのです。結局、開発陣はマシンの全面的な改善を迫られ、チームは後半戦にモノコック、エンジン、サスペンション、ギアボックスなど、ほとんどの設計を見直した MP419B を投入。これにより、なんとか未勝利は免れましたが、この年チームは前半戦の低迷が響きランキング5位に転落。マシン開発は2年連続の失敗となってしまったのです。2006年からレッドブルのテクニカルオフィサーに就任し、その後チームの開発体制の構築にも貢献。2010年代のレッドブル黄金期の立役者の一人となっていたニューウェイ。その手腕は時代が変わっても衰えることはありませんでしたが、2015年のマシン、RB11 はレッドブルにとって久々の未勝利マシンとなってしまいます。この年の RB11 はテクニカルオフィサーを務めるニューウェイ、チーフデザイナーのロブ・マーシャルらが設計を主導。前年から大きく変わった車両規定の中で、高効率なく売り既得性を実現した先代の RB10 のコンセプトを踏襲し、優れたハンドリング特性を持ったマシンに仕上がっていました。しかし、この RB11 の懸念点となったのはエンジン。F1 がパワーユニット規定に移行した前年、レッドブルの連続王座を止めたメルセデスのパワーユニットに比べ、レッドブルが搭載していたルノーのパワーユニットは信頼性、パワーともに劣っていました。もともと、14年の PU はマシン設計のためにレッドブル側からルノーに多くの要望があり、設計に制約があったことも不調の要因の一つでしたが、2015年はルノーに大きな改善が求められていたのです。しかし、ルノーが2015年に持ち込んだエンジンは、冷却系を中心とした信頼性の改善と、可変インレットなどの細かい改良を施したのみの、マイナーチェンジと呼べる規模のもの。もともと、14年から15年にかけては ICE を大きく変更することは許されていなかったこともあり、ルノーのパワーユニットは大きなパフォーマンス向上を遂げることはできなかったのです。
結局、この年のレッドブルはメルセデスに匹敵する運動性能を持っているとされながら、PU のパフォーマンスがメルセデス、フェラーリに比べると劣っており、開幕から表彰台を逃すレースが続くことに。チームもシーズン終盤までトークンを使った開発を行わなかったルノーの方針に苛立ちを隠せず、かつて黄金期を築いた両者の関係は急速に悪化。ニューウェイも現在の規定では空力の規制が大きく、パワーユニットの不利を車体で埋め合わせることは難しいとコメントし、ルノーに苛立ちを隠せず。結局、この年のレッドブルは2008年以来の未勝利に終わり、ランキングは4位に後退。PU のパフォーマンス不足にモチベーションを下げたニューウェイは翌年以降、現場を離れてマシン開発への直接関与をやめ、アドバイザー的な立場に回るなど、その余波は広がったのです。いかがだったでしょうか。今回はエイドリアン・ニューウェイが手掛けた失敗作マシンについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。